キョセダグの戦いは、1243年、ルームセルジューク町と、モンゴル帝国との間で行われた戦闘。アナトリア北部、エルズインジャンギュミュシュハーネカンのキョセダーで行われ、モンゴル軍の圧勝で幕を閉じた。なお本項目の名称の地名について、イブン・ビービー等のルームセルジューク町の一時資料の表記に基づいて、キョセダグと表記する。オコテの知性化。 ルームセルジューク長は、モンゴルの将軍、チョルマカンと友好関係を結び、贈り物を捧げていた。しかし、カイホスロー二世紀の時代になると、王自ら、モンゴルへ行って、人質を預け、モンゴル人官僚を受け入れるよう圧力をかけるようになっていた。チョルマカンの後任にあたるバイジュに引きられた、モンゴル軍は、1242年から翌43年の冬にかけて、 ルームセル19アサイの攻撃を開始し、エルズルムの街を包囲した。する大会ホスロー2世はモンゴルに対抗するため、すぐに近隣諸国へ援軍を要請し、トレビゾンド帝国がこれに応じて文献隊を派遣した。シャマドバルオブ・アッカルツクなど一部のグルジア貴族も戦列に加わったが、ほとんどのグルジア人はモンゴルと共に戦うことを強制されていた。 戦いは1243年6月26日に始まり、勝負はすぐについてしまった。一時資料には、モンゴルの軍勢に関する記録はないが、圧倒的な大軍であったとされる。戦いの後、モンゴル軍はスイバスとカイセリの町を手中に収めた。カイホスロウ2世はアンタルヤへと逃走したが、すぐにモンゴルと和平し、侵入することを余儀なくされた。 破れたルームセルジューク長の弱体化を受け、アナトリアはトルコ系の小国家が乱立する混乱の時代に突入した。この長い分裂時代の後、もともとはこのような小国家の一つであったオスマン帝国によってアナトリアが統一されるまで200年以上を要した。また、同じく敗北したトレビゾンド帝国もモンゴルの俗国となった。ありがとうございます。